アユタヤ県は、正式名称を、プラナコウンチーアユタヤー県という。日本では慣用され、アユタヤと書かれるが、アユタヤーが、より、タイ語の標準語に近い。タイ中部にある県の一つ、アユタヤ王朝の首都であった。県は、アーントーン県、ロッブリー県、サラブリー県、パトゥムターニー県、ノンタブリー県、ナコーンパトム県、スパンブリー県と接する。アユタヤは、 チャオプラヤー川に面する平原地帯にある。台中南部、現在の首都バンコクより北方約60キロメートルに位置する。周辺の数県とともにタイを代表する稲作地帯でもある。バンコクから鉄道やバスで日帰り訪問ができる観光地であり旅行者の人気も高い。11世紀頃にクメール人により建設され1350年に アユタヤー社の創始者、ウートオーン王が、同王朝の首都とした。1767年に、ビルマ軍に破壊されるまでタイの中心都市として、機能していた。この間に建てられた、建造物群は現在、ユネスコの世界遺産に登録されている。また、バーンパイン軍には、ラーマ5世時代のバーンパイン宮殿がある。像ノリ体験は、アユタヤ歴史公園付近の名物である。 県章宇東郷が地面に埋められた見事なホラ貝を発見し、そこを都に定めたという伝説をもとに作られた。そのホラ貝を祀った祠が描かれている。県下は、キバナツの草根無、県木は鈴めぬ寺社。あゆたや県は十六の郡に分かれ、その下に二百九の町、千七百六の村がある。ありがとうございます。